皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月の18日、16時42分、先ほど、サッカー日本代表 U22 の、試合が終わりまして、まあ、そちらの方の試合の勝ち負けに取り組んでたんですけども、5対2の圧勝、おめでとうございます。まあ、試合中、頭の中はだいぶずっと継続して、かなり長い時間、遅れていたんですけども、まあ、最初、まあ、ちょっと手こずりましたけど、前半終わるまで、最初 1-0 でリードした後、まあ、前半2対1で折り返したと思うんですけども、まあ、そのハーフタイムがあって、それぐらいの頃ですね、後半始まるぐらいの頃に、まあ、プロ野球の方の試合がもう決着ついていて、まあ、試合が終わってなかったとしてもね、もうスコアが10対0でしたから、もうさすがに時点からの逆転はまずありえないです。で、もう、サッカーに、まあ、集中して、勝ちに行くと。まあ、そういうふうな環境ですね。だから頭の中はずっと送ってたんですけども、遅れていたんですけども、自分の感覚でも分かりますから、からまあ、その分、サッカー、野球の試合があったから、先に野球の試合が始まってるから、そちらの方に頭の中の力は流れていってた可能性もあるんです。ただ、日本代表の選手、形的には2-1で前半、1点差で負けてましたけども、動きはとても良かったんですよ。全員の動きが。だから、まあまあ、後半からしっかりと巻き返して、後半に4ゴール決めて、5対2という結果で、終われたことは、まあ、非常に良かったと、そう思っています。まあ、他の、まあ、ホームページ、淡井圭介の出来の、スポーツ界へのメッセージ、YouTube 一覧表、スポーツ界へのメッセージっていう欄があるんですけども、まあ、そこに、そこから動画にアクセスできるように、いろいろしています。あとは、まあ、今年で言うと、阪神タイガースへのメッセージとか、まあ、あたりのところに書いてる文章とかをいろいろ読み取って、まあ、どういうものなのかなっていうことを理解してもらったりだとか。あとは U22 の選手の方で、まあこれ、結局、コンピューターグラフィックによる髪の毛の色も、合成されてる場合がたまにありますので、まあ実際見てみなかったらわからないんですけども、もし髪の毛染めてる方いらっしゃったら、それはもう自分から髪の毛染めるという行為をやめてください。これは海洋基本法違反になります。1ヶ月ぐらい前に、岸田内閣、改造がありましたけども、文部科学大臣降りていただきました。今から約2ヶ月ぐらい前に YouTube でアップロードしますけども、文部科学大臣に対して私は叱っています。学校教育で髪の毛を染めたらダメだって教わってるはずです。なのに、学校教育などの長でもある文部科学大臣、なぜ髪の毛染めてる方がなれるんですかと。世の中そこまで甘くありませんよと。ね。選挙受かったからといって、通ったからといって、それで何でもしていいっていうか、何でもしていいかっていうと、それ全然違う。もうそれすぐ降ろしますから、相手が大臣でも。まあ、スポーツで、まあ、世界ナンバーワンを目指すんであればね、まあ、髪の毛染めとる人間なんか、基本的に論外です。もう足引っ張ってるっていうのはまず間違いないんです。だからもう髪の毛染めるっていう行為をやめてください。ルールは法律であって、コンピューターは法律をかなり覚えてるんです。その中でコンピューターも神がかり的な力も覚えてるんです。だから対応しなきゃならないことが多くなってしまいますので、きっちりとした内容を、きっちりと進めてください。だからまあ、初回も あまりたくさん言うとね、覚えれないかもしれませんので、まあその辺のところは各自で自分で確認していただいて、僕の動画とか、まあ髪の毛染めないぐらいの簡単な覚悟ぐらい、誰でも持てるんでね、ほとんどの人間、男性髪の毛染めてないです。だからその辺のところでね、
だったそれだけのことも全うできないのっていうレベルなんでね、一社会人としては認めれるようなまあ行動ではないですね。だからその辺のところはしっかりしていただきたいのと、あと両チームに言えたことなんですけども、手を使いすぎですね、相手選手。まあユニフォームを引っ張ったりだったり、こう手で押さえつけたりだとか、もうこう抱きつくに近いような形とかね、肩からこう後ろから手を回してとか、あれはダメですね。だからそれを日本がしてしまうと、まあその正規の、日本男子代表、まあ女子代表もそうなんですけども、ワールドカップとかでね、相手選手をこう明らかに意図的に押していたり、もうそういう行動していたら、得点されたりとかね。で、日本代表の男子はそういう行動まずなかなかしないんですよ。だから相手、例えば去年のワールドカップでドイツとかスペインに勝ったでしょ。ドイツとかの選手押してるんですから、後ろから何回も。もうもうしてることがドイツの選手間違えてるから、ドイツのディフェンダーか、まあ、ミッドフィルダーかはもう覚えてませんけども、後ろから押してるから、3回も手で明らかに。もうそしたらドイツの選手全員が狂うんですよ。だからあんなに角度がないところからのシュートをキーパーがゴール許してしまうんですよ。キーパーもおかしくなるから、判断ルール、法律、世界のルールは法律。たったそれぐらいのことを守れないで大金稼ごうと思ってたのって、世界一になろうと思ってたの、甘くないよ世の中そんなにって。まあその辺のところですね、クリーンなプレーっていうのを心がけていただきたい。だからその辺のところで、その人としての潔さっていうのが問われるんですよね。だからその辺のところはまだ U22 に関しては甘すぎる、両チームどちらにも言えることで。相手チームもだいぶ手使ってましたし、その辺のところですね、ワールドカップ本番で、その日本のリーグの方が優れているのか、ヨーロッパの各リーグ、どこのリーグは優れているのかっていうところは、まあ、南米とかもそうなんですけども、まあ、その辺のところで、その状況に慣れてしまってるから、手をある程度使ってしまう。でそれがサッカー界でまるで許されてしまってるかのような風潮がありますけども、それは違います。その辺のところは、まあ、審判の方たちも、厳しいジャッジ、しっかりしていただきたい。だからその辺が7になってしまってるんですよ、審判のそのホイッスルの吹き方がね。ある程度こう多少手で止めに行かなきゃならないみたいなことを解説席の人たちが言うでしょう、どこの国の人たちも。それは今までそういうふうな形で止めていたから、それで通るもんだと思ってしまってるんです。違いますよ。もともと昔は法律自体がしっかりとほとんど人間が今でもそうなんですけども、法律をしっかりと覚えてる人間がほとんどいないんです。だから、なあなあで全部済ましてきてしまったんです。これは建設業界でもどこでも同じなんですよ。していいことと良いことの区別がついてない。それなのに大人として認められてしまってる。お金を稼ぎをできてしまってる。これは違うと。こういうことはきっちりとしなきゃならないっていうことで、対応してなかったら、だから試合が終わった後、結局ね、どちらのチームもあんだけ散々手を使って、そんなこと小中学校の体育の時間で誰もしなかったよっていう目で見られたら、どこはプロなのって、どこは大人なのっていうことになるんですよ。だからその辺のところ、しっかりと、まあ、対応していただきたい。まあ正直この辺のところね、審判がどの程度で判断するのかなっていうのは、試合始まってから様子見ながらプレーしてもらったらいいと思いますよ。だから最初からできるだけ手とか使わない、そういうことを、しっかりと心がけておく。常に電波というものは縦横無尽に駆け巡っていて、コンピューターも神がかり的な力を、覚えていて、ルール法律で物事がある程度動くようになってる。それは私がその試合に介入して、しっかりと例えば声に出して、世界のルールは法律ですって、この試合淡井圭介は日本側で勝ちに行きますとか、そういうことをしっかりと言ってるから。エシロンというシステムがあって、人間の喋ってる音声っていうのをずっと記録してるんですよ。
その全国紙の新聞によると100年分のデータ、音声だけのデータは軽いから容量が少ないから、まあまあ記憶媒体として考えると、ああ確かに世界中の音声、喋ってる人の音声記録するのは可能なんだなっていうことが分かります。でその中で、みんなは生活していると。だから裁判とかで、どんな、悪党行為をしていたか、まあ、例えば強盗とかね、それが見つからないと思ってたら大間違いで、もう電波でも映像とかもほとんど分出てきますから、裁判所で。だからそういうことをしっかりと踏まえた上で、まあ今日の試合に関してはね、手に関してはもうお互い様の部分があるから、だからまあ結果的に日本5対2という形で勝ってるんですけども、まあ、昨年のね、ワールドカップドイツとスペイン戦見てもらったら分かると思いますよ。相手チームがね、やたらと後ろから手で押したりとかね、ユニフォーム掴んだりとかね、まあ、そういうふうなところっていうのをしっかりと、やめなければならないということですね。まあ皆さんまだ若いんでね、そういうことをしっかりと覚えていただけたらなと思います。今後の試合の行動、それと髪の毛、まあしっかりとした大人としての社会人としての生き方を見せていただけたらなと思います。以上です。皆さん本日はお疲れ様でした。今後にも期待しています。